スーパーハードワードデンジャーを解いたらどうなるのか。クイーンドキホーテの形容詞ですね。ああ、僕は覚えてんだけど見たことあるんだけどな。おっと、あれこれは見たことないかな。どうね。うっせえわ。うっせえ。お題始めました。もちちゃんでした。今回は久しぶりに菊池さんにおいでいただきました。はい、そうですね。そんな菊池さんにですね、今回ちょっとやってもらおうと思うのはですね、まあいつもタイム読んでるじゃないですか。はい、もう知らん単語はほぼないとタイム読んでもないわけではないですけどね。はい、常に専門用語とかは常に勉強ですけど。はい。そんな菊池さんがスーパーハードワードデンジャーを解いたらどうなるのかっていうね。初めて聞きましたけど、何ですかそれ。Vocabulary.com っていうのでですね、めちゃくちゃ難しいテストがあるっていうので、それやったらどうなるのかっていうのをですね、まあ前に僕厚英語の厚さんとやったことがあるんで見てみようと思います。じゃあやってみたいと思います。出ました。ウィズンドはどれですか。ウィザードじゃないかな。ウィザード、正解ですね。はい、正解です。じゃあつれたとかしおれたとか。おお、レベル的にはどうですか。高いですかね。結構しばらく見てないですね。次、何面。これはターミノロジーですよね。ターミノロジー、何面か。おお、正解ですね。Adjusting to your new job, you may have trouble understanding the nomenclature。nomen だから名前か。いや、もうこれすごい役者の能面から調和っていうの別の新しい貴族会見みたいな言葉があって、そういうとこごっちゃになってすごいややこしいんですよね。これ自体は大したことがそんなに難しいことだ。なるほど。ジャクスタポジション、あ、これは知ってるな。なんかぴったりくるのがないような気がする。一番近い4番目か。そうですね。ジャクスタポジションね。配置っていう感じ。そうね。こう横に並べるのがジャクスタポジション。クローストゥギャザーか。そう、まあ横にこう並べてる感じ。ポジションがあるからまあわかりやすいですよね。ロゴリア。ロゴリア。覚えてんだけど、見たことあるんだけどな。選択肢あります。すごいスペシフィックですね。だいぶ。一番上かな。喋り続ける人か。うん。正解です。おお。多分25年で1回か2回しか見たことない。あ、そうなんですね。あ、本当だ。Just can't shut up って書いてありますね。すごい。ちょっというかでもこの問題の作り方がすごいその中で特殊な。特殊ですね。まあ確かにその中のどういう人かっていうそうですね。状況をやってますね。さあ続いて extemporaneous。あ、これはアドリブですね。アドリブ。テンポ、時間。Without preparation, the reader's performance was impressive, but only after we learned that his speech was extemporaneous. これは見る方。割と分かりやすい。テンポの外から出てる。なるほど。統治が起こってます。Only after we learned that the speech was extemporaneous did we realize. どんどん楽しめます。お、streak 5 in a row ということで。あ、これラリンクスはこれ言語学。これ間違った上田先生に怒られる。ボイスボックスですね。ラリンガージ。これは使いますね。ラリンクス。日本語なんて言うんだろう。咽頭、口頭。口頭、咽頭で名前が英語違うんでっていうので覚えるやつです。はい。プラファイリア。ギアかな。ギア。正解。Having lunch in the park might be contributed for us to gather together a lot of picnic. Paraphernalia. これじゃあ見ることは割と多いですね。どういう時に出てきます？用例って言われてもなかなか思いつかないけど。ピクニック。Paraphernalia。Paraphernalia。森田先生多分の発音を教えてるっていう。よくあるんですよ。バイリンガルの子に発音を教えるってところがありますね。バイリンガル授業でバイリンガルにはい読んでって言ったら。アサーテンって言われましたね。アサーテン。あと明らかにあっちの方が発音綺麗なのに知らない単語がユーザーサンバイズとか出てくると僕が最初教えなくちゃいけないやつですから。で、repeat after me。ユーザーサンバイズとか言って3回目ぐらいで追い越される。悪くするですね。はい。あ、ここに意味出てるんですね。That means equipment consisting of miscellaneous articles. Alteration。あ、これはまあね、私も知っております。党員っていうんでしたっけ？はい。一番下ですね。はい、そうですね。党員のことアルタレーション。これはまあ一応英米文学専攻ですので、知らないといけない、うん、そういう表現です。はい、コンソナントだけなんですね。バイオルで合わせることはないんだ。ああ、そうですね。ライムがバイオル。そうですね、母音を合わせるのがライムで、アルティレーションは。じゃあ、コンソナントだけなんだ。いろいろ勉強になるのが面白いですね。一応、TOEICのお店の名前とか会社の名前はアルティレーションになってることがかなり多いです。あ、そうなんだ。あとは広告の題名、最初のところがアルティレーションになってることが結構多いです。おっとくあれ、これは見たことないかな。お、見たことないのが登場。推測しないといけないですね。そしたらシビライズモラル、モラルかな。モラル、ああ、知らなかった。あっと、間違えました。Try again になりました。はい、じゃあオートクタナス、クタナスのクスネイティブかな。正解ですね。あ、これはもう正解だとこっちに出てくるんだ。しょうがない、知らないのはどうしようも。発音どうなんじゃないんだよ。Adjective that means originating where it is found。あ、じゃあ辞書見ましょう。あ、tactfulness。あ、tactfulness。あ、tactfulness。おっと、自らですね。地域、地域って何ですかね。このは地面、土地を表すそうです。自分の土地の人たちか。ああ、そもそも載ってない辞書もありますね。ジーニアスには載ってないです。ジニアスに載ってなきゃ、まあしょうがないや。ランダムハウス、英和大辞典、リーダーズ、なぜかオーレックスに載ってますね。オタクトネス。オタクトネス。あ、タクトネス。出会ったからには。やりましたね、新しい単語も。出会ったからには覚えた。オタクトネス。オタクトネス。でも一回も出会ったことなかったですもんね。もう出会わない可能性はかなり高い。そういうこと一切考えない。役に立つとか立たないとかね。じゃあそんなことやってても本当の英語力はつきませんよと。どうで？うっせえわ。うっせえ。あ、さあ来ましたそれ。なんだこれ。外国語みたい。まあね。3番じゃないかな。Working the land during the 17th century。正解。これも過去四半世紀で1回ぐらい見た気がする。フリーマンの発音が難しいんですよ。cultivates his own land。ヨーマンとか言うんじゃないかな。ヨーマン。ヨーマン。自作の自由のイギリス英語だって出てますね。はあ。これも忘れるの、これは。925ポイント。すごい。というなんかね、面白い。腹立つなあ。出てきました。まあ次行きました。はい、これはもう出ていい加減だと思う。自分のことだからね。よくわかる。2番かな。2番。ライフハートメン。おお。でも僕の中ではもうちょっと批判的なニュアンスがインスジャーさん、なんかいい加減なとかチャラついたみたいな。カジュアル。ライトハートリングですね。ああ、ハートフィーリングオブアンコンサンシンシナイ。なんだこれ。写真を選べとは。これ写真がよく見えないんだけど。これかな。これ、正解。スタグナントバディオブワーター。アメリカの類じゃないの。これがクイーンドン・キホーテの形容詞ですね。ああ、一番下かな。先生、おお、正解。これはまあ発音難しく、クイザーティックとかなんとか。へえ、easy to understand。difficult to achieve。はい、という感じで、どうだったでしょうか。岸さんの単語力、楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。アタクなの、アタクなのです。アタクなのです。はい、アタクなのです。意味忘れた。これまた62だからじゃ勘弁してください。自分が住んでる土地ですよ。あ、そうかそうか。ネイティブだね。ということで、こんな感じで岸さんと単語、ぜひまた単語力を皆さんもぜひね、自信ある方は挑戦してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Thank you very much. See you again.